んにちは、36歳ゆかりです。今日はダイソーに行ってきたのでコスメをご紹介していきたいと思います。ダイソーで買ってきたコスメでフルメイクしてみました。テーマとしては、近くに行くとき綺麗なお姉さんっぽく見えるメイクを意識して、誰にでも取り入れやすいカラーを使ってメイクしています。それでは動画スタート。はい、それではメイクやっていきます。まずは BB クリーム D オークル、こちらを使用していきます。日焼け止めも入っているファンデーションになります。顔の中心から置いていって伸ばしていきます。今日のメイク用品を使って、フルメイクして外に出かけたんですけど、半日だったんですが、すごくファンデーションが落ちたなっていう感じなかったんですよ、こちらのファンデーション。なのでちょっと外に出かけるときとか近所に出かけるときとかいいのかもって思いました。気になる部分、この美肌ゾーンは重ね付けします。私はちょっとこの辺のたるみが気になるんで、あとこの辺結構シミができてるんで、ここにのせてちょっとこう引き上げるようにこの辺りは塗ることがあります。あと目の周りもつけていきます。薄くつけます。隠すというよりくすみをあまり気にならなくするみたいなぐらいの量でつけます。小鼻の周りは結構赤みが出ちゃうんで、トントンっていうのもいいんですけど、最近はこの頭のあたりは少しこう本当に柔らかいタッチで塗り込んでますね。かなりソフトタッチで、まあ自分が悪いんですけど、時間がなさすぎてスキンケアを怠ってたんですよ。でスキンケアを怠ってたらめっちゃなんか急激な劣化があったんですね。で、あ、これまずいぞってことでスキンケアまたちゃんとしだしたんですけど、やっぱりもうしないのとするのでは全然違うなっていうのを実感してて、化粧のりも違うし、もうなんかスキンケアするのも楽しくなるぐらいやっぱスキンケアすると変わるんですね。いやー、スキンケアって大事ですよ。美肌ゾーンを中心に隠したい部分を隠しました。結構ツヤが出るので乾燥肌の方にはおすすめです。私は結構好きですね、このツヤ感は。アイブロウパウダー BR2 を使用します。 UR クラムセクシー&ヘルシーメイクアップって書いてあります。これなんかすごい可愛い、普通になんかマックみたいな可愛さなんですけど、韓国コスメとかマックみたいな感じ、ケイトのパレットかなって思うぐらい3色ですごいそっくりで、これはかなりお買い得な匂いがします。筆がすごく柔らかくてしなるんですよ。筆自体はちょっと広めなんですよ。なので結構毛がある方はこれ一つでパパってかけちゃうかなっていうふうに思いました。私はちょっと眉尻がないんであれなんですけど、濃い色から形決めちゃいます。結構かきやすいんですよこれ、びっくりしました。100均で綺麗なお姉さん系のメイクにしたいんで、キリッと、可愛いメイクも流行ってると思うんですけど、まあ日によって変えたいじゃないですか雰囲気。今日はなのでシャツとか着てますなんか綺麗なお姉さん風目指して100均でメイクしてきます。ね、結構なんかキリッと描けるでしょ、すごいな、これすごい。中間の色を使います。もうこれ1本で描けちゃった。アイブロ
ペンシルも買ってたんですけど、別にいいかなっていうくらいまでかけました。 BR1 アイブロウマスカラです。パッケージかわいい。こちらはちょっと固めのブラシのカラーマスカラです。まあ、結構ベタっとつきやすいといえばつきやすいかもしれない。チークブラッシュ PK1 を使用します。ラメが入ってるものを選んでみました。ちょっとベーシックな、もう誰でも使いやすいような色を今回は選んできたんですよ。で、こちらは一度使用したんですけど、めちゃめちゃ色がつくんですよ。なのですごく、ね、こんなちょっとやっただけですごく色がつくので、かなりあのティッシュで押さえたりとかして粉飛びしやすいというより、なんかすごい素材が柔らかいんですよ。柔らかいのであんまり色がつかないように、血色を足すような感じで少し入れていきます。ちょっとずつちょっとずつ足します。手のひらとかでポンポンポンってしたり、ティッシュでポンポンってしますね。はい、血色足せました。で、こちらの色をちょっとベースにアイシャドウにも使います。アイホール、アイホール全体にほんのり伸ばします。アイシャドウ、カンコレアイシャドウアッシュブラウンです。ブラウンのパレットが売り切れかなんかでなくて、9種類入ってるやつかな、それも人気みたいなんですけど、だからかなくてこの3色のものにしました。こちらを薄い色から一番ベージュっぽい色を眉の下に、大きいのちょっとなんか彫り深な雰囲気に、でチップで同じ色を涙袋を作ります。ちょっとグレーっぽいくすんだ色なので、そこまで白浮きしない大人っぽい涙袋を作れます。で、ここから先ほどの色を足していきます。こちらのアイシャドウも発色がすごくいいのでつけすぎないようにします。で、中間の色をのせて、目尻側は濃い色、濃い茶色を外から内に入れます。薄いブラウンも濃いブラウンで、ピンクも入ってます。まあ普通に使えるブラウンだと思います。ベーシックだし色がちゃんとはっきりのるんで、これはめっちゃ使えますね。普通に使えます。でパールもしっかり効いてるんですよ。リキッドアイライナー BR1 です。このアイライナーを塗っていくんですけど、こちらの色はすごい自然なブラウンなので、もし若い子とかは涙袋とかでも使用できるぐらい薄くて、濃い印象になりにくいブラウンです。先が太いので、寝かすと太く描けるし、細くも描くことできます。セザンヌだったかな、こういうのあったの。それを思うとプチプラコスメの黒船ですよ。このダイソーのこちらのブランドはもうパッケージは可愛い、優秀なものが多い。だってやっぱこのクオリティだったら100均買っちゃうかも近くにあれば。
まつげを上げます。しっかり上げます。理由はこのマスカラが全然上がらなかったんですよ、正直。まあ、ボリュームラッシュだからかもしれないです。ロングじゃないからか分かんない。ボリュームはあんま上がらなかったです。マスカラの仕上がりはこんな感じです。クリーミーリップスティック CO1 です。コーラルを選びました。これはやっぱちょっと薄付きっていうか、リップの色付きリップぐらいの色付きでした。なので自然に仕上げたい人はいいかもしれないです。なかなか私も色が乗らなくて、でも2度3度こうなじませていくと乗るので、本当乗りにくいよって方は厳しいかもしれないですけど、リップ代わりに使えるかな、うん、色といい、ちょっと血色出したい時とかその辺に行く時はすごい使いやすいと思います。仕上げていきます。その辺に行く時のちょっと大人な綺麗なお姉さんテーマです。アイブロウパウダーで鼻を高くします。そしてナチュラルスキンパウダーフェイスカラーです。こちらのパウダー、最後の仕上げのパウダーなんですけど、もう使用してから素材が柔らかすぎてポロ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 落ちちゃうんですけど、こちらをちょっと鼻だったりトントンとのせるぐらいじゃないと結構つくんですよ。こちらをハイライトとしてのせていきます。手に取ってこう、これぐらいで十分。美肌ゾーンも崩れるとあれなんで、崩れるとちょっと綺麗に見えないんで、このあたりだけ。あとは顎のところにものせて完成です。はい、見ていただきありがとうございます。いや、ダイソーのコスメってどんどん進化しててすごいなっていうイメージです。このシリーズはなんかどれを買っても外れなしっていう感じがして、まあ、ただ今回買った、使用した中でまた買いたいなって思うのは、100均に行ったらこちらを購入したいなと思いました。アイブロウパウダーですね。こちらはすごいお気に入りアイテムです。あとリップは本当にリップクリームっぽくも使えますし、これで100円なんだったらすごいいいなと思います。いろんなカラーありました。量は少ないですが、この BB クリームも意外と隠れますし、でそんなに、まあ、夏外歩きましたけどすごく落ちが気になるっていう感じもなかったので、100円クオリティ優秀すぎました。見ていただきありがとうございます。こちらの動画が少しでも参考になりましたら、チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。 Twitter は普段のこと、 Instagram は美容のこと、 TikTok はパフォーマンスを上げています。そちらの方もよかったら覗いてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。